Facebook で私が時々皆さんにご紹介している足ベルトです。これは広島県竹原市にいるダケさんという方からご紹介していただいて、私たちの仲間で試してますが、とても評判がいいです。私たちはすぐ足がこう開いてしまいます。足が開くとだらーっとして形が崩れます。足の力がないものですから、すぐこう足を組んでしまいます。足を組むことによって骨盤のずれが出ます。それが腰痛の原因になると言われています。昔のお坊さんで、明神寺派白隠さんという禅宗のお坊さんがいます。この方は足を縛って寝ろと古い文献の中で書いてあります。縛って寝ることによって寝返りを打ってもエビのようにくるまっていると血流が悪くなるんだそうです。まっすぐ足を閉じて寝てれば、寝返りを打って横になってもひっくり返っても血流は潤沢に回ります。そのようなベルトがここにあります。そしてここに枕みたいなものと腰に買うものもありますが、今高級な車には椅子のところがぐーっと押し出てくる装置がついているそうです。どうしても椅子がふわっとして入ってしまいますから、体が動かない。そこで背中のところをぐっと押すことによって上半身がゆっくりとこう動きが自由になる。車の設計もそんな風になっているというふうに最近知ることができました。寝るときはこんな格好で寝ていただくと非常に血流が良くなって、足の冷えやなんかがなくなる、肩こりもずっとなくなるという話です。このような手足が冷える、霜焼けになる、手がむくむ、腰とか股関節の痛み、生理不順、時疲労感、体温調整しにくい、夜トイレの回数が多い、うつ、更年期、低体温、二日酔い、朝頭が重い、いびき、花粉症、しびれる、めまい、このようなものはすべて下半身の血流が影響しているというふうに聞いています。今1500円でこんなものを皆さんに提供していますが、ぜひ姿勢というものがどれぐらい日常の中で大事なのか、姿勢が良ければ作業もはかどります。集中力も増えます。当然勉強も仕事もはかどるわけですから、ぜひ姿勢をもう一度見直すという機会に、ぜひこんなことも興味を持っていただければと思います。